皆さんこれ指がつきますか？つかないと肩甲骨周り硬すぎです。二の腕、背中、腰肉、痩せません。最低でも指先同士がつく。理想は手が握れることです。一番最後に二の腕痩せに超効果的な新種目入ってます。床に楽な状態で座って、スマホを床に置いて見ながらやりましょう。まずは手を横に広げます。内、外にねじります。手のひらしっかり上向ける、後ろ向ける、これを繰り返していきましょう。目的は普段動かさない範囲までしっかりねじること。きつい。呼吸は止めないようにして、ゆっくりでいいので大きく普段動かさない範囲までねじるようにしましょう。そもそも肩甲骨周りが硬いと血流悪くなって、二の腕痩せのね、筋トレとか腕立てやっても痩せません。まず柔らかくなりましょう。 OK。 じゃあ次は真横パンチ、しっかり伸ばしきる。真横に肘を伸ばしきる。前じゃないですよ、真横。余裕があればね、斜め後ろぐらいにパンチするイメージでもいいですね。スピードよりもしっかり肘伸ばしきることが大切です。頑張って、呼吸は止めないで伸ばしきる。余裕があれば斜め後ろぐらいにパンチ。頑張って、呼吸止めないで。きつい、頑張って、なるべく姿勢垂らして。 OK。 じゃあ次はこんな感じ、肘曲げた状態で片方ずつ肘を伸ばしきる。頑張って、しっかり上に向かって伸ばしきりましょう。猫背にならないようにして。正座がきつい人、足崩してもいいし、あぐらかいてもいいし、どんな体勢でも OK です。しっかり伸ばしきる。頑張って、呼吸止めないで、しっかり肘伸ばして。頑張って頑張って、しっかり伸ばす。よっしゃ、 OK。 じゃあ次は肘90度に曲げて、こんな感じ、脇しっかり締めたまま外に開く。しっかり脇は締めておく。肩がこうやって上がらないようにしましょう。肘を外に開く。なるべく胸をグッと張るイメージ。呼吸止めないようにしましょう。肩腰痛みがある方は痛みない範囲で行いましょう。なるべく猫背にならないようにして胸をグッと張る。正座でも長座でもあぐらでもやりやすい体勢で大丈夫です。 OK。 じゃあ次は両手万歳して、手のひら外向けながらこう W を作るイメージ。万歳して、手のひら外向けながら W を作る。こんな感じ、手のひら外向けるとき胸張って、肩甲骨しっかり寄せて、万歳して寄せる。自分のペースで大丈夫。しっかり万歳。普段動かさない範囲までしっかり動かして、呼吸は止めないで、高く上げてしっかり胸張る。高く上げてしっかり胸張る。ラスト1回 OK。 よし、これで右手右肘床について左手万歳します。休憩ストレッチです。広背筋という背中から腰、骨盤にかけてついてる筋肉です。脇の下、脇腹あたり伸びてれば OK。 指先なるべく遠くに向かって伸ばしましょう。この広背筋って終着地点が腕なんですよ。だから僕は二の腕痩せとこの広背筋の柔軟性めちゃめちゃ関係あると思ってます。ついついね、二の腕だと二の腕が二の腕だけを見がちなんですが関係あります。 OK。 次逆、左手左肘ついたら右手万歳します。右の脇腹、脇の下伸びる感覚があれば OK です。呼吸は止めないようにしましょう。脇の下、脇腹伸びますか？なるべく手を遠くに向かってぐーっと伸ばしきる。最後にめちゃめちゃきつい新種目ありますからね、忘れずに最後まで一緒に頑張りましょう。呼吸は止めないで。よし、 OK。 じゃあ次はですね、後ろに向かってパンチパンチ、しっかり肘を伸ばしきる。伸ばしきる。ゆっくり自分のペースでいいですよ。なるべく胸を張って、急がないで OK。 肘伸ばしきることが大切。もしきつかったら途中でサボってもいいし、再生速度を調整してもいいです。
自分がねやりやすいようにしましょう。最後の新種目までやりきることが大切です。ふう、頑張って。よし、オッケー。じゃあ次は体の後ろでですね、タッチするイメージ、こうやって拍手するイメージ。ちょっと僕もうまくできないですけど、なるべく胸張って後ろでタッチ。きつい、頑張って。きつい。皆さんできます？これ結構ね難しいですよ。ちゃんと姿勢ダメだ、きつい。姿勢よく呼吸止めないで頑張って。きつかったらサボって OK。 ふう、めっちゃきつい。次、休憩ストレッチです。ふう、よし、 OK。 じゃあ次、右手上げて左手で右肘を引っ張る。右の二の腕、脇の下、脇腹伸びれば OK。 余裕があれば右手は肩甲骨触りましょう。脇腹、脇の下伸びてますか？体をね左にぐーっと倒しても OK です。二の腕、脇腹、脇の下伸びれば OK。 ちょっとね束の間の休憩ストレッチなんで呼吸整えましょう。皆さんついてこれてますか？オッケー。じゃあ次、逆いきますよ。左手上げて右手で左肘を引っ張る。脇腹、脇の下伸びてますか？こんな感じ倒すとねより伸びてきます。ちゃんとね二の腕を使うことも大切ですけど、こうやって柔軟性をつけることも大切。どっちが大事とかじゃなくて両方大事です。呼吸を止めないように頑張りましょう。オッケー。じゃあ次は手をこんな感じ肩に添えて大きく後ろ回ししていきましょう。これ目的は普段動かさない範囲まで動かすことだから、なるべく肘高く上げて大きく回す。肘高く上げて肩甲骨寄せる。ゆっくりですよ。大きく肘高く上げて肩甲骨グッと寄せる。肘高く上げて肩甲骨グッと寄せる。肩腰痛い方は痛みない範囲で行いましょう。肩がゴリゴリ鳴っても痛みがなければ特に気にしなくて大丈夫です。痛みある場合は痛みない範囲でやりましょう。 OK。 次は肩、ここの筋肉使って限界までグッと上げる。ストンと落とす。限界までグッと上げる。ストンと落とす。この肩こりのここの筋肉です。限界まで上げる。ストンと落とす。でなるべく胸を張っておく。限界まで上げてストン。こうやって猫背になっちゃうと良くないです。胸張ったまま限界までもう上がんないってところまで上げてストン。限界まで上げてストン。これデスクワークの人ね、ここがねすごい使いすぎてガチゴチなんで、リラックスする練習です。オッケー。じゃあ次は肘こんな感じで90度にして閉じる。しっかり胸を開く。繰り返していきましょう。これ肘同士つかない方近づけれるところまでで OK。 肘がつく人はつける。しっかり開く。猫背にならないで、なるべくしっかり胸開いておいて。呼吸止めない。肩腰痛い方痛みない範囲で行いましょう。この次も休憩ストレッチなので安心してください。サボってももちろん OK。 再生速度調整しても OK。 しっかり胸張る。 OK です。じゃあ次、左手を右こんな感じで持ってきて、こうですね、よくあるストレッチ、ここ伸ばしてます。この辺全体ですね。で肩こうやって上がっちゃうと伸びないので、ちょっと肩を下げておくイメージ。肩を下げておく。ここ伸びますかね。ここ三角筋って言います。あれですよ、あの頭に巻く三角筋じゃないですよ。三角筋ですからね。はい、つまらないですね、失礼しました。ストレッチしましょう。 OK です。じゃあ次、右手をこっち左に持ってきて、左手でこう引っ張る。ここのストレッチ、これも肩が上がっちゃうと伸びないんで、ちょっと下げておくと伸びやすいです。肩下げておきましょう。伸びてますか？そのままキープしましょう。ここね、こうやって肩を上げるときに使う筋肉なんで、自転車の運転、車の運転、デスクワーク、スマホいじる、家事、何でもずっと使ってるところです。特にね、女性は使いっぱなしなんで、しっかり伸ばしましょう。ここね、筋肉もりもりになると肩幅広くなっちゃいます。
オッケー。じゃあ次は体の後ろで肘伸ばして内外に腕をしっかりねじる。なるべく胸張っといて。きつい。頑張って。しっかり胸張って。猫背にならないでくださいね。きつい。ついてきてますか？サボっても OK ですよ。再生速度変えてもいいです。しっかり普段動かさないまで、ところまで動かす。OK。じゃあ次は、真横に手を開いて、頭の上でパチン。開いて、パチン。横から見せます。これでもいいんですが、理想は頭の真上。耳の後ろできたら、より理想。耳の後ろ。これも肩腰痛みない範囲で OK。もちろんこれでも OK です。余裕があれば頭の真上。さらに余裕があれば頭の真後ろ。頑張って。胸はなるべく張って。ゆっくりでいいですよ。普段動かさない範囲まで動かしたい。頑張って。呼吸止めないで。OK。次、セルフハグいきます。いきますよ。自分自身をハグ。猫背を作る。胸を開く。自分自身をハグ。丸める。胸を開く。ハグ。丸め。ハグ。ゆっくりでいいですよ。しっかりハグして、限界まで広げる。しっかりハグして。オッケー。よし、そしたら次は手のひら合わせて前に手をぐーっと伸ばしきる。頭は下げて猫背を作る。肩甲骨、腕、この辺り伸びれば OK。 肩甲骨から肩、背中あたり伸びます。なるべく猫背を作って前に手をぐーっと伸ばす。呼吸止めないようにしましょう。余裕があったらね、こうやってクロスしたりするとより伸びます。前に手を突き出す。頭を下げる。よし、 OK。 じゃあ次は手のひら外を向けて指先は下、この状態でグッと胸を開く。見えますか？手のひら外を向けて指先は下で胸を開く。肩から腕、このラインが伸びると思います。力こぶの筋肉とか胸のあたり伸びます。なるべくしっかり胸を張る。手のひら外を向ける。指先は真下が理想。呼吸止めないようにしましょう。頑張って。サボってもいいですよ。 OK。 じゃあ次は肘90度の状態で下ろす、上げる、上げる。頑張って。皆さんついてきてますか？ゆっくりですよ。きつかったらサボってもいい。で、上げてるのきつかったら多少こうやって低い位置でも OK。しっかり普段動かさない範囲までねじって。きつい。途中でなんならね、動画止めて休憩してもいいですからね。OK。じゃあ、手のひらを合わせて、肘曲げて、伸ばしきる。しっかり曲げきる、伸ばしきる。胸は張っておきましょう。猫背にならないように注意。きつくなったらこうやって足伸ばしたりしても OK。 なるべくね、胸を張りましょうね。しっかり曲げ切る、伸ばし切る。スピードよりも普段動かさない範囲まで動かすことが大切。きつい。頑張って。伸ばし切る。よっしゃ。OK。 よし、じゃあ次は後ろにこんな感じで手をつきましょう。指先は自分の体と逆方向向けておいて、なるべくぐーっと胸を張る。二の腕、この力こぶとか胸のあたり伸びると思います。ぐっとなるべく胸を張る。余裕があったら手をもっと遠くについて胸を張る。ちゃんとね、胸を張ると二の腕あたり伸びると思います。手首痛いよって方、ちょっとこういう向きにしたりとか、多少ね、肘曲がってもいいです。こんな感じでもいいです。なるべく胸張って。よっしゃ。 OK。 じゃあ次いきますよ。
パンチをですね、なんと真上にします。真上、ふう、姿勢正したまましっかりパンチ伸ばしきる。ふう、頑張って、きつい、ゆっくりでいいから伸ばしきる。なるべく遠くまで手を伸ばす。これ頑張ったら痩せますよ。ふう、二の腕もね、ぜひメジャーで測ってみてね。1回でね、2センチ3センチ細くなる人ザラにいます。1週間で5センチ細くなってしまいましたね。マックス7センチかな。コメント欄を見てください。過去の二の腕動画も概要欄貼っておきます。よし、じゃあ最後、皆さんお楽しみのめちゃめちゃきつい二の腕、指先は自分の方向けてこんな感じで手をつきます。でですね、こうやって足の裏つけてお尻浮かせます。このポーズできましたか。このまま肘を曲げ伸ばし、きついかな、伸ばし、きつかったらお尻つけて OK、 お尲つけて、これでも OK。 ふう、頑張れる人お尻浮かせて曲げ切る、伸ばし切る、きつい。ふう、肩腰痛い方無理しないで、しっかり曲げ切る、伸ばし切る。ふう、しっかり曲げて伸ばし切る、めっちゃきつい。お尻ついてもいいですからね。で、この動画でも物足りない、二の腕早く痩せたいんだって人は概要欄の追加ストレッチをやりましょう。で、インスタ、ツイッターも毎日頑張ってます。ぜひフォローお願いします。お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。最初にやったこのチェック終わった後やってみましょう。コメント欄で結果報告お待ちしてます。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。